久保哲郎のすごいとこにしましょうか。久保さんって結構ね、新しいことに結構挑戦するんですよ。まあ、あのね、あの、ワイプアカメラのね、紹介していただきましたけど、すいません。僕3年前ぐらいに、あの、知ってます。<laughs> 3年前ぐらいにですねフィル、フィルミックプロっていうね、有料の、無料じゃなくて有料のアプリがあって、2年前だったか3年前かに、それぐらいだったんですけど、今フィルミックプロはサブスクになっちゃったんですけど、 iPhone でもプロ仕様で撮れるみたいな感じで、まあ、アプリが1000円か2000円ぐらいするんですよでそれの派生版でその iPhone のインカメと外カメの,この連動してワイプできるみたいなアプリも出てきてをすごいって入れたんですけど使ってないですね <laughs> 最近ね車で,車,車で撮影する動画はねあの一般公開しない動画しか撮ってないんですよ で再生数ゼロの動画を作り続けてるんで、そう、再生数ゼロだから別にいいかな、みたいな <laughs>。再生数ゼロの動画はもうね、多分ね、500本、600本撮ってますね。で、これ何に使うかっていうと、あの、みんなや,やれない、できないじゃないですか。いや、僕も、あ、あと理由か、その、アクセスが集まりませんとか、モチベーションが上がりませんとか、全然動画頑張っても撮れ,撮れませんみたいな人いるじゃないですか。いや、僕、再生数ゼロの動画500本くらいありますけど、いかがですかみたいな <laughs>。 別に再生数ゼロでもやってますよと。で、なんでこれやってるかっていうと、これを言うあなたに言うためですと。<laughs> 再生数ゼロの動画もたまればね、いくらでも武器にできるっていうね。うんまあ、話を戻すと、久保さんはね、やっぱね、いろいろ最新なものにやっぱね、手をつけるというか、うん、なんすかね、ビビらないというか、とりあえずそのやってみよう、使ってみようっていうところで、あの、素晴らしいと思いますね。 だからその、なんですかね、仮想通貨に関してもね、かなり昔からこう、これ面白いなってって手を出してこうやってたわけで、僕なんか手出してないですから、から僕より全然詳しいだろうし、うん、だからまあ、ね、ネットビジネスに関してもそうですよね、普通麻雀店やっててね、インターネットビジネス怪しいで終わりですよ。もう一問一答ですよね、怪しい、やらない、うさんくさい。<laughs> それをね、前のめりに入ってくるっていうね、なかなかファンキーですよね。でもね、これ年取るとやっぱね、新しいことってできなくなるんですけど、久保さんは結構ね、そこがないかなっていうところはすごいところかなと思いますね。いってらっしゃい。